何か新鮮味のある依頼とかないか？やる気をアピールしてるだけなんだから別にいいだろ。もうお二人は相変わらずおげ、ちょうど緊急依頼があるのです。間に受けるなって。簡単に申し上げると、依頼人は自らの劇団に所属している。しかし劇団の運営状況は芳しくなく。確かにそれは無理なん。はい、冒険者づてに公演日はどんどん迫ってくるのに。事情は分かったぞ。手伝ってやりたいけど。もし手伝いたいお気持ちがあるようでしたら、依頼人はそちらですから。舞台に上がって役者になることはできなくても、他に解決策はないか。あいつだったのか。道理。あ、こんにちは。ミュージカルの役者を探してるんだってな。うわ、君たちのことは知ってるよ。まさか。え、オイラたちもうフォンテーヌに名を馳せちゃって。でも残念だけど、オイラたちはミュージカルなんてできないんだ。そうか。穴埋めができる敵役が見つからなければ。知らないかもしれないが、うちはさほど目覚ましい劇団じゃない。舞台や小道具も質素なものばかりで、観客が僕たちの芝居を見に来てくれただけで、もし儲けることができてれば劇団だって解散には追い込まれなかったはずだ。解散？ああ、冒険者協会から聞いてなかったのか。実はこれが僕たちの最後の公演で、この公演が終わったらみんなそれぞれ別の道を歩み始める。誰もいい加減なピリオドは打ちたくない。うちの主演女優は彼女が出演しなければミュージカル。なるほどな。スポンサーとしてモラを代わりに出すとか。いやいや、とんでもない。そんな大きな借りを作るわけには。それに絶対返せる保証もないし。確かにそうだな。金目当てのやつを連れてきちゃったら、ここはやっぱり一番の敵役を探さないとな。あ、そうだ、あいつならいけるんじゃないか。ひひ、オイラたち心が通じ合ってるな。あいつ演技は得意だし人気者だったよな。誰か思いついたのか、有名な人。君、冗談なんかじゃないぞ。あいつ実際に舞台に立ったことがあるかどうか知ら。それは確かにその通りだが、フリーナ様は昔。でもたとえあの方が水神じゃなくなったことをみんなが知ってる、なんたってフォンテーヌにはまだあの方のことをアイドルだと思っている人が数多くいる。僕だってそうさ。だからうちのような劇団はあの方にふさわしく。わかったよ。もしもフリーナ様が受け入れてくだ、うちのメンバーはみんな。でもそれ以前にあの方。そこは心配しなくていい。それに今のあいつは昔。本当にありがとうって。そういえばフリーナのやつ。それならあの方の今の住所を知っていますので教えて差し上げましょう。うわぁ、解決の糸口が見出せたようでしたので、依頼人を危機から救うのも。みんな、よし、住所も分かっ。キャサリンが教えてくれた住所って、いや別にここが悪いって意味じゃないぞ。他人の新居にケチをつけるならまずは本人がそばにいないかどうか確かめてから。うわぁ、最近は突然現れるのが流行ってるのかよ。僕はただの買い出しだけど、家にあったパスタを食べきってしまった。前はもっといろんな食べ物の選択肢があったけど、今、いや全然。何種類かソースを用意して。ごまかしてるようにしか聞こえないけど。ちょ、失礼だね君。僕の料理の腕を疑うなん。どうせ外に出たところで何もすることはないし、一日中家にいるんだ。簡単なものを食べるようになってしまうのも仕方ないだろ。だいたいフォカロルスのためにしたって、プクプクシュークリームにしたって、その気に。これ見ろ、やっぱりまだできないんじゃないか。今だけだぞ、今だけだ。先に言っておくけど、
うちには誰も招待しないぞ。ごめんって。そうそう、旅人の言って、おい、お前も散々言ってたくせに。僕にかい？今の僕は水神じゃないどころか神の目すら持ち合わせていないんだ。そこを忘れるなよ。そうじゃなくて、その、おお、君たちの態度について指摘しようとも。それで話してごらん。一体どんなことだい？なるほどね。何しろ僕はかつてフォンテーヌで最も輝く大スター。だが今となっては謝罪の言葉。なんでだよ今。まあね、でも僕はもう舞台には水神を演じるという役割はもうやめたけど、歳月の折は何百年もの時間があれば再び誰かを作り直すことはできるだろう。もちろんこんなことを言ったってもうあっても少なくともこれ、おいらもお前の気持ちは分かったぞ。でも一時的な代役なんだ。時間や量の問題じゃない。僕はこれを機にしっかり区切りをつける。決定そのものを覆すことができるのなら、それは最初から退路を確保していたようなものだろ。だからこの件に議論の余地はない。そこまで言うのなら分かったぞ。でもフリーナ、誰か他の役者に心当たりないか？ないね。即答かよ。僕は人間関係をうまく維持できるような人間じゃないぞ。今の僕はただの一般人だ。彼らに、それはそうだけど、ギャラなしの出演なんて。あた、じゃあ他に方法はないか？僕の言ってることの意味をまだ理解していないのかい？わ、すまない、少し言い過ぎた。大丈夫だ、オイラもただもう一粘りしてみたか。そうだな、そうする。うん、それじゃあ。あれ、どうしたんだあいつら。じゃあ質問に戻るけど、どうして勝手に私の代役を探してるわけ？出演できないって私がいつ言った？君が口にしなくても僕たちは分かってる。もう長い付き合いなんだ。それにたとえ体が辛くても君は絶対に言わないだろう。つまりあなたは私の代わりに判断を下して。お二人が離れてから間もなく、劇団の看板女優もお邪魔してすみませんが、心のわだかまりはひとまず脇に置いておいていただけませんか？すまない、不測の事態が発生してね。フリーナに会ったけどあいつを説得できなかった。個人的な事情があって。そうか、今の状況から見ればそれも悪い知らせじゃないか。肝心のメインキャストがまた舞台に立てるようになったんだ。言われてみれば確かにな。絶対はちゃめちゃに怒ってオイラたちをこっぴどく叱りつけるよな。フリーナ様ってそんなに怖いお方だったの？ただの冗談だ、気にするなって。とにかくこの依頼内容を達成できなかったから帰り道もずっと代案を考えてたんだぜ。まあこれ以上いさかいを続けても意味がないし、だがこれは最後のチャンスだぞ。もし体の方にまた何かあれば今度こそ代案。君はちゃんと舞台に立てるのか？最後の公演はみんなが注いできた心血の集大成なんだ。もちろん今回先生からいただいた特効薬はよく効くの。きっと公演の日まで耐えられるわ。私だって長年の劇団生活にきちんと別れを告げたいもの。みんな劇団を家だと思ってるわ。はあ、すまない、今回は僕が焦りすぎてた。仲直りできたならよかったぜ。公演はきっと大丈夫だ。え、どうかしたか？え、いや、僕は買い忘れたものがあったのを思い出したから、それでたまたま通りかかっただけ。わかったわかった、自分で歩くからもう引っ張るな。
その、ミナノシュ、元気だ。フリーナ、お前、帰って休むって言ってなかったか？どうしてこんなとこ。それは、やっぱり、こっちの状況がちょっぴり心配になったんだ。さっき君たちが僕を訪ねてくれた時、僕は自分の主張を表明しようと、やや事情もよく把握してなかったのに。すまなかった、パイモン。ひひ、いいっていいって。全然気にしてなかったぞ。君ってやつは、本当に一番答えにくい質問を選んでくる。あれだけ厳しく断っておきながら、まだ気にしてたなんて。でも何にせよ、問題はもう解決したように聞こえた。ええ、フリーナ様にお願いすると聞いて、最初は本当にびっくりしましたよ。そんな、僕たちなんかが本当に。そんな風に考える必要はないし、僕をそんな風に呼ぶ必要もない。フリーナでいいよ。さっきも思ったけど、劇団のことをそれほど大切に思っているなら、経済的な理由だけなら解決策はあるはずだ。例えばしばらく公演を中止して、みんな仲がいいなら力を合わせて困難を乗り越える。ああ、やむを得ないことでなければ私たちだ。団長がいなくなってからというもの、劇団は心の支えを失ったかのようになってしまい。団長のアレリーは劇団の創設者であり、連続少女失踪事件の被害者の一人でもあったんです。え？それも僕がこのお二人を知っていた理由です。しかし残念ながら、彼女はフリーナ様、彼女は居場所を失った人。あの頃は私たちの公演を。しかしその後。ええ、それからというもの、僕たちは創作も経営も何ひ素敵な思い出がバラバラになっていく。そうだったのか。まさか多くの被害者の中に才能にあふ。最後の公演は君たちの。ええ、その通りです。ついてきてよかった。君たちがそのように不幸な境遇にあったというなら。フリーナ、自分が定めた原則を破ると言っているわけじゃない。それに、だが経験豊富な観客として、僕はパフォーマンスの面からちょっとしたアドバイスや、当然君たちに助けが必要かどうか。もちろんです、フリーナさんにご指導いただける。でもギャラはお支払いできませんが、それでも差し。そんなもの僕には必要ない。どうしても感謝の気持ちを示したいっていうなら、あの歌劇場を離れて気づき始めたんだ。高いところにドーンと座ったままで、あくまで法が裁くのは罪だけで感情を推し量ることはない。当事者たちのあふれんばかりの感情は最終的にどこへ行き。面白い発想だね。だが僕は彼らの団長への思いと同じようにね。これお前ってやっぱ実はただのにぎやかし。これは昔とは違うぞ。猫じゃなくてパイモンだぞ。君はどうだい、たまには冒険の足を止めて物語。本当にありがとうございます。団長は昔からフリーナさんのパフォーマンスが本当に大好きです。では僕たちの稽古場。フリーナ様？どうしてフリーナ様がここに？紹介するよ、フリーナ様。あ、フリーナさんはこれから劇団の顧問として水の娘の公演に参加してくれる。それからこちらのお二人は僕たちのために橋渡しをしてくれて。ああ、あの審判の。みんな団長の仇を討ってくれて本当にありがとう。いやいや、今回オイラたちは。さっき言っていた水の娘というの。それが私たちの最後の演劇なんです、団長。それを舞台上で成功させられれば、私たちが抱える最大の心残りは。待てよ、完成させられなかったってことは。そうなんだ、この夢を叶えるのは至難の業と言えるだろう。物語の主人公は幼い純粋精霊ですが、人のように暮らすことを渇望し、友情と愛情を順次。しかしある日正体がバレてしまい、自宅。ここまではなかなかクラシックな展開だな。で、その後は？そこが私たちの直面している難題の一つで、劇を披露するには結末を書かねばなりません。そう、
楽しい再会の日を迎えるといった。現実的な意味合い。ええ、現実というものは。でも舞台を利用して。その通り。多くの人はただ気晴らしのために舞台を見るんです。それともう一つ、一人は主人公の恋人役を演じるポール、もう一人は重要な悪役を演じるビルマントです。最後の公演に参加するって手紙だけは届いたんですが。でもまあ、今回フリーナさんが手伝ってくれることにな。これを機に。お気づきでないかもしれませんが、あなたの名前は私。団長はいつもあなたの名を口にしていました。そう言われると何やら照れてしまうな。でも二人がなかなか帰ってこないのは、今公演を阻むものは。ええ、その通りです。それではまず、彼は何日か前にポアソン町に帰ったんで。この前ポアソン町は災害に見舞われたでしょう。そうだな、ポアソン町。いや、なんでもない。彼を元気づけならば行くとしよう。僕の記憶が正しければ彼はここにいるはずです。あの、どちら様。僕だ。台本はできたか。なんだってこんなところまで追いかけてきたん。まあまあ、それは置いといて。信じるかよ。しばらく待っててくれ。わかった。対策を期待してるぞ。どうやら予想通り原稿の締め切りは先延ばしになってしまった。それでも結末は、この演劇の中で彼が書き終えた台本には、出演し人捨てに来てるって聞いたんだけど、やっぱり人違いじゃなかったか。でもまさか。やっぱりこうなるのか。ポールを探してるみたいね。もし。ああ、お構いなく、僕たちはここで。それじゃあお言葉に甘えさせてもらうわね。街を見て回ってみるわ。ちょっと来て、空気を読みなさいよね。最近はここの状況も少しは良くなってきているのか。徐々に回復してきてるってところかな。すまない、僕も。いいっていいって。果たし辛くて苦しい記憶なんて誰にでも。あんたも一からやり直すつもりなんだったら。慰めの言葉ありがとう。でもせめて今は真剣な気持ちで接したいんだ。構わないよ。実際に一歩を踏み出すのは、私がここに来たのもあることを伝えたかった。不要なトラブルを避けるために、町の人には万全とは言えないけど、これである程度は。じお前そんな気遣い。なーにその言い草。スピナディロースらの会長。じゃあ私は先に行くから、ちゃんと彼女のそばにいてあげ。さて、上に行ってみるとしよう。僕には心の内を打ち明けられる友人。ナビアの配慮にはとても感謝してる。正直僕も心の準備ができて。逃げることは往々にして一番手間のかからない選択肢だが。道理でポワソン長の話になるとためら。ああ、怖くないといえば、それでも僕はもう一度ここに来るべきだと思った。もしここの人々が僕を許してくれるのなら、きっと。ああ、僕も見られているのは感じている。彼らは水人の服を着てポワソン長に来ること自体が、ここの住民に対する一種。僕はかつて誰かに視線を向けられるのが怖かった。僕はまだ準備ができていなかったらしい。お前自分に対して案外厳しいよな。見たいものだけ見るわけにはいかないだろう。出なくちゃ。おいおい、人がだんだん増えてきたんじゃないか。ここには長くとどまらない方が良さそうだ。スピナディロースらの巨船、あそこからならこの町の全貌。ごめんね、君たちはお散歩気分だった。気にするなって。
こういうフリーナを見れるの。うん、ありがとう。もう少しだけ付き合ってくれ。君たちならうすうす気づいているかもしれないけど、船のそばに行くと命は次々と水に溶け、ポア村長の住民が大切にしてきた神の庇護のもとにいるのだから、厄災が訪れる前には強い存在が立ちはだかってくれるのだと。僕も彼らがそう信じられるよう。でも本当に水が上がってきた時。そんなこと言うなよ。あの時はお前だって自分の役目があっただろ。真実を守るため僕はずっと同じことを繰り返してきた。次第に真実以外の何もかもを失っていった。幸い君たちや多くの英雄の助けがあったから、誰もが責任を背負い、よくよく考えてみたら自由とは必要とされないことを意味するわけだ。お前がそんなことを考えてるなんて。報酬？はあ、相談相手ができるだなんて。重大な秘密を守る必要があったから。それなら舞台上のフリーナを信じればいい。だからこそ僕は日々において、僕がこの前人間関係をうまく維持できないと言ったわけ。そうだったのか。今日はやけに横槍を入れてくるな。君のそういう話し方こそ嫌われる。ああ、かつての僕には真実選択する資格が僕にはあるんだ。さてそろそろ帰ろう。うん、そうだな。まあ言ったでしょ、そんな姿なんだからもう揚げ物は控えなさいって。スピナディロースラのボスって気前がいいよな。何でもただでご馳走してくれるなんて。僕は君と違って役のためにスタイルのことを考える必要もないんだし。役の話なんかしてないでしょ。もう少し健康を気。こっちは毎日病気に苦しんでるのよ。あなたが体を大切にしないのを見ると。戻ったぜ。しばらく休戦してくれないか。ああ君たちか。こんな親切な艦隊を受けられるのも君たちのおかげだよ。あと少しで終わるみたいだからもう少し待ってください。じゃあ雑談でもしてようぜ。僕か。僕も純粋精霊の役。本来は鶴の姿だったんだけど服が合わなくなってイノシシ。イノシシもなかなか面白いよ。確か幼い純粋精霊の育ての親だったよね。はい、イノシシは心を込めて幼い人として生きるというのは秘密を隠し靴。え、その話。これはシナリオの核心をついたセリフで、あの方は劇団の苦悩の一面を割っ、彼女が離れた後劇団の運営がどれほど難しい。この前君は家。ええ、私は生まれてすぐに薬を買うために一人働き、でも声がいいから歌や演技を教えてくれただけでなく、本当にすごい人。そうなんだ、団長は劇団。僕もあの頃は同じようなものだったよ。周りの奴らが毎日喧嘩を売ってくるんだ。結局殴られることに耐えられなくて。団長に出会えてよかったね。はい、あの時から僕は。結局その日が本当に来てしまうとはな。やっと完成したか。さあ、僕の見間違いか。あんたらそう驚かなくとも、僕はただ劇団と団長の物語に深く。オイラたちも同じだぞ。そうだとしても、あ、悪い、ちょっと落ち着くよ。ああそうだ、台本だ台本。まず今回これまでのストーリーはみんなもよく知っている通りだ。幼い、その後彼女は賑やかに栄える都市で友情と愛情という収穫。住民たちは突然周辺の淡水が消え、土地が乾き、植物、水の娘コリオは恋人と共に責任を持って事件の真相を。その結果人間の長年の浪費と汚染のせいで。つまり水に意識があるってこと。水に意識がある、
主人公は純粋精霊だから、水の考えを瞬時に読み取った。恋人は彼女を受け入れ、淡水、そして水の娘は淡水を奪った罪人とみなされ、それから、それから水の娘は身を挺して、え、コリオは人間から悪いやつだって。彼女は主に恋人と彼女の味方になってくれ。恋人への死亡を人類への友愛に昇華することもまた。私が気になるのは違うところなんだけど、水の娘の主人公は団長を象徴するっていうのは分かってるわよね。団長を記念するなら当然水の娘は憎しみによって死ん。しかしその結末は、ああ、アレリー団長の遭遇と同じで、そんなものは無価値だし。事件が起きた日、団長約束の場所でずっと待っていたけど、ついに団長は来なかった。警察隊員も僕たちも彼女を見つけ、団長はこの世で一番いい人だったのに。でも君たちに町の外に隠れろと事前に知らせたの。僕はその後ずっと調べてきたけど、ビルマントというと、ええ、悲しみから抜け出すのが一番難しい。悲しみ、あいつはただ罪悪感を抱いてるだ。なぜなら劇の中でも外でも、そうだったの。そろそろ頃合いかなと思ったんだよ。もし僕は昔アレリーに愛を、劇団にいるみんなは弟や妹のような存在だから、アレリーならそう言うだろうなと予想してたから、僕は平気だと返した。あいつが劇団のことで悩む必要がなくなり、ここにいる全員が居場所、その時が来ればアレリーも僕のことを考え直せるだろう。でも結局ポール、だから僕の台本では、どうやら実はこれまで結末に対する意見の相違が一番大きかったのも二人なのよ。もうここまで来たら、さ、君、真実に直面する準備。正直ちょっと怖いけど、フリーノ様、もしかしてあんたは僕の気持ちが理。ああ、もちろんさ。さあ出発しようじゃないか。まさか進路を邪魔してくるやつまでいるなんてな。別に心配はいらないさ。どうして僕を見るんだよ。まさか。あ、いえ、ただ単にフリーナさんが直々に手をく。おいおい、忘れたのか。水神様は神の力のすべてをフォンテーヌ邸に使われる立証混合エネルギーに。そうそう、今はもう水神じゃないから神の力も消えてしまって。悔しいけど今はおとなしく守られる側に回るしかないかな。別に自慢するようなことでもないのに、めちゃくちゃ誇らしげだな。うん、こういう状況は経験豊富な。残念だわ、目の保養になりそうだったのに。悪いね、頼むよ。安心しろ、ビルマント。ん、お前らで、私が説明。つまり団長だが、水の娘が何よりも重要だ。じゃなきゃもう一緒に舞台に上がれないかもしれ。それは逃げてるだけだろ。それともまさかアレリーの件は。言いたくない。いいかビルマント、僕はかつてアレリーに恋心を抱いていたことを。はっ、それでもこうして君たちに打ち明けたのは、全てに向き合う。水の娘はアレリーの感情なしには。だからお前は気が利。みんなも知っての通り、チケットの販売に頼らず観客からの寄付金だけで劇団を運。みんな公演がない時はあちこちでバイトをして。そんなある日、公演後にとある商人から連絡をもらってな。互いに利のある話だと思ったし、ロシって呼ばれるもんだった。それって連続少女失踪事件の犯人が売っていた。それが何箱も届いて腰を抜かしたよ。だが団長は俺を責めなく、商人は俺たちが約束を破ったと。俺は自分でこの件を解決しようとしたが、だがその後、俺は失敗した。それをお前らに言うのが怖かった。俺がアレリーを死に追いやったんだ。
どうだ。ちょっとそんなこと、この大バカ野郎、アレリーに危険があると知ってて、そんな状況にまでなって何をビビってたんだ。自分が何をしたか。落ち着いて。そうだぞ。どう冷静になると言うんだ。こいつはアレリーを死に、何が公演のためだ。大口叩きやがって。結局悪かった。劇団のみんなにはずっと謝りたかった。だが団長、俺はただの臆病者さ。取り返しのつかない間違いを犯しちまった。殴るなり殺、せめてあの世で団長に面と向かって詫びさせてくれ。こいつ、うせろ。にまったく、うるさくてしょうがないね。舞台の演出と劇団内のいざこざを、最後の公演で団長を記念したいなんて口を揃えて言っておきな。確かに、すまない。舞台上において主役というのは当然焦点となる。しかし日々において彼女が望んでいたのは焦点。弟や妹たちに温かい家庭を作り、あら、彼女はとっくに君たちの英雄なんじゃ。その通りです。よく見極めることだ。糸い合っていてどうしようもない対立がある。それをしないのは君たちが。どうしたんだい。いえ、すみません。なんだか一瞬団長がこの状況を見たら、きっと同じように叱って。そうなのか。もちろん優しかったわよ。でも我に返った気がするよ。本当にすまない。ちゃんと謝ろうと思ってたのに。まあまあ、そういう話は公演が終わってか。それで結末はどうするんだ。それはもちろん、まずは舞台か物語の結末については。それそう、かつて君たちは、もしアレリー団長が残したものを見られれば。そんなものがあった。団長の本当の気持ちを、水の娘。ええ、ではお願いします。さあ、僕たちはパレメルモニアに行こう。連続少女失踪事件の、まあ君たちは証拠を提出してくださった張本人ですし。これがアレリー団長の残したものだ。身のセリフがぎっしりだな。大雑把に絵も描かれて。彼女がさらわれた後の手がかりがないか。ん？ここ、このノートを見つけて。なるほど、少女が解けることの真相から、もしも当時このノートをしっかり調べていたなら。バシェって、本当に数えきれ。彼女はきっと自分の行動が。ん？急にここで筆跡が次第に薄くなり、その後は、いや、君たち自身で見るといい。すごく怖かっただろうな。劇団員にとっては偉大な英雄でも、この時の彼女がどれほどの苦痛と孤独に。さい、あれ、最後の1ページ。人として生きるというのは、秘密を隠し苦痛を味わい。それって水のも。私はあの子たちのお姉ちゃんだから。うん、たとえ静かに死を待つのみという状況。これこそ団員たちが最も彼らの信頼。警部、行こう。アレリー団長の最後。アレリーは英雄として幕を閉じるに値する人だ。燃え尽きる最後の瞬間まで手がかりを残そうとしたのか。たとえ自分を犠牲にしても、よりを。なら、水の娘がどの道を選ぶ。あなたは過去のことはさておき、謝罪の気持ちを込めて最高の舞台。俺を許す必要はない。俺の気。どうやら意見が一致したようだね。こいつらの公演なんて一回も見たことないくせに。僕の経験をなめてもらっちゃ困るな。数多くのミュージカルを見て、歌で観客の心を動かすには
役に入りきり、だってこの世で一番面白いのは彼ら以上にこの芝居を成功させたい。私たちを支持してくださって本当にありがとうございます。時間も無駄にはできない。早速結末について。その前に提案があるんだけど、カーテンコールで私の名前じゃなく。でもそれじゃあ。もともとこの役は団長が演じるよ。これほど記念的な意味のある舞台の主役なんだもの。まああんたがいいのならこれこそ劇団のある。では芝居を完璧に仕上げることは君たち。舞台の手配？いえ、普段の公演場所は特に予約は入り。何を言ってるんだい。普通の舞台なんかじゃダメに決まっているだろう。もちろんエピ。お待ちを。いやいくらなんでも豪華すぎる。何をそんなに恐れることがある。あれ、そういうわけじゃ。どうせ最後の舞台なんだろ。私はいいと思うわ。返事がないってことはいいってことね。どうか失望させないでおくれよ。もし失敗したら僕も一緒に恥をかくことになる。さあヌビレットを探しに行こう。やっぱりここにいた。ひとときの休憩だ。久しぶりだなフリーナ殿。それから旅人とパイモンも。歌劇場を借りたいんだ。実は。なるほど。エピクレシス歌劇場の予約手続きは少々複雑なのだが、君たちの依頼ということなら水の娘いい物語だ。ただまさか君が今も公園に。そんなに興奮しているように見えたかい。神の座を降りてからは初めてのことだろ。もともとはこの二人への謝罪の気持ちから始めた。今まで僕たちが法廷でやっていたことは、これは僕自身に対する推測だけど。元気を取り戻せたようで。また、さてそういったものに鼓舞された。どうして急にそんな話になる。仮に水の娘の公演が大成功を遂げたとしよう。劇中の主人公コリオの経歴や選択はまるで全て君をモデルとして創作されたかのような内容。この機会に君の演技を皆に再び見せることができない。言ったはずだよ、もう役を演じることはない。別に惜しくもなんともないさ。舞台上にも舞台の今回だって十分な収穫を得られて、もうこんなに華麗で盛大な方法で。そうか、もう新この公演が完璧な幕を閉じられるよう。ありがとな、ヌビレット。気にするな。みんな、交渉がうまくいったよ。僕の理性と情熱に満ちた説得のもと、ヌビレットはようやくこのチャンスを勝ち取るのは実に大変だったが、僕たちはついに感動的なストーリー、壮大な舞台、共に奮闘しベストを尽くそうじゃないか。本当に良かった。なるべく早く結末をまとめよう。さっきビルマントと細部について話し合ったんだ。ちゃんと話ができたのかよ。演出はコミュニケーションなしでは成り立たないからな。数日ま。できるだけたくさんアドバイスをもらえると助かる。さあロウィック、オープニングの稽古は。呪われたコリオは生命の水を全て持ち去ったのだ。彼女は嘘つきだ、罪人だ。これは彼女とは関係ない。愚昧で亡霊なものが。こいつは利用価値がある。コリオはきっとこいつのために。さあ遠く羽ばたけ。とてもいいパフォーマンスだった。こんなにいい
ものを見たのは久しぶりだよ。はあ、でももうすぐあいつの出番だぞ。よりによってこんな時に。ドルフィどうした？そろそろ出番だぞ。おい、まさかこんな時に。あの薬、効果がどんどん薄れてたの。なんだって、治療用の薬じゃなくて緩和。この公園を乗り越えられるならどうなったってよかったの。ドルフィ、なんで自分の体を大事にしないんだ。ごめんなさい、みんなの努力を無駄にしちゃった。今は言い争ってる場合じゃないな。フリーナさん、お願いがあります。もう休むといい。何が言いたいかは分かってる。君はもう舞台に上がらなくていいんだな。あ、僕ですか。はい、まだ一つセリフが残ってますが。なら彼女を治療に連れて行ってやってくれ。まったく、結局こんなことになるなんて。ありがとうございます、フリーナさん。今さらそんなことを言ってもしょうがないさ。後悔を好む人、任せたまえ。君たちの稽古は何度も見てきたんだ。演技については全く心配なんてしていません。コリオが光り輝けるのは、それはどれだけ苦痛と孤独を味わっても。はい、アレリー団長の名をお任せしますね。奴は来るのか？いつ来るんだ？彼女は来ないぞ！いや、来た！願いはどうなる？私の願い、人として生きるというのは、秘密を隠し苦痛を味わい孤独と共に歩むこと。それでも君はそれを望むのかい？
見間違いじゃないよ。あれってだいぶ長いこと姿を見せてなかったのに。どそれにしても演技はまるで色あ水の娘コリオ役アレリー・フェイム。名前が違うぞ。わからない。まさかだいぶ長いこと姿を消してたし、けど仕方ないこととはいえ、まあこうやってまた舞台に上がった感覚は結構楽しかったけど。最後にスペシャルサンクスとして、本公演のステージの手配をはじめとする演出顧問を務めてくださった。ちょっと話が違うじゃないか。ほらやっぱりフリーナ様だ。戻ってきてくれたのか。まあまあそう怒らず、これはみんなで話し合って舞台上でも舞台裏でも仕事をした全員が認められるべき。そのルールは知ってるけど、でもひひ、オイラも大丈夫だと思うけど。そんなに簡単に言うのなら僕の代わりにサインしてよ。それよりさっきはオイラも焦って、予定した位置に飛んでって。どうして現れたのか僕にもわからない。幸い最初観客もきっとあれほどリアルな小道具。そうだ、ドルフィーの容態は。舞台の清掃が終わったら急いで見に行こう。ああ、公演が無事終わったことも知らせ、何はともあれこれでや。ああ、お疲れ様。本来の薬を飲んだら病状も安定したよ。でも今までの感じからすると。公演は順調だった？安心しろ、すごく順調だったぜ。よかった。結局舞台に残れなくてごめんなさい。いいんだ、幕を閉じる。最後まで演じられなかったとしても。はい、私生まれてからずっと運の悪いこと。また運のせいにする。勘弁して、今は喧嘩する。仲がいいんだな。誰がこんなやつと。喧嘩し足りないくらいよ。これからどうするんだい？公演は成功したし、君たちの名はすぐにフォンテーヌに。それに今回の反響を利用して。いえ、やっぱり解散します。ああ約束だしな。俺はこれ以上お前たちと一緒にいるわけにはいかない。縁があったらまた。おい、そんなに急ぐなよ。もう僕は芝居を続けるよ。他の劇団に行くつもりだ。フリーナさんの演技を見て、なぜアレリーがあれ。あなたらしいわ。今さらわかったか。フリーナさんはこれからどうされるんですか？実際消息を絶とうと考えたところ、君たちのスペシャルサンクスとやらのおかげでね。すみません。いいさ、謝る必要はない。もしかしたらヌビレットが言った通り、コリオというキャラはもう他人は演じたくない。ああ、僕はかつて仮面をかぶった役者で、でもそれはこれからは人と人の間にある彼らがどのように咲き、どのよ。君たちの団長もきっともう抵抗感はなくなったみたいだ。それじゃあいろんなところを回ってみろよ。神のプレゼントが瞳だというなら、僕もその期待を裏切るわけにはいかない。